Urala Channel. Where is she? Oh, is she now?
Yes, I am Ulala 1966. Yes, 48 years old. I want to ASMR. Cool and relaxation and more tingle, tingly, tingly, tingly sound and whisper. Yes, please. Saikono ASMR ga kikitai. ゾクゾクするような、それでいて静かでリラックスできるような、よろしく頼むよ。
ちは。今日は、イタリアに住むヘルメテッキリンキキからもらったお菓子を紹介します。これイタリアの、イタリアンスイーツ、モッチーノ、モッチーノ、サンキューキキ、食べてみたいと思います。うん、あ、ちょっとワインの香りがして、爽やかな味で、レーズンも日本人によく合う、こう美味しいパンケーキ風の感じかな。これすごく美味しいです。デリシャス。このね、レーズンの味はもう最高によく、 Oh my god。
じゃあ早速作っていきましょう。じゃあまずは説明書を見ながら人から作っていきます。まあとりあえずこれで完成ですね。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Thank you, my song. Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう。ありがとう。キープして。キープして。もちろん。イエーイ。11歳だね。うん。うらら。じゃあね。ハロー。こんにちは。アニョハセヨ。アニョハセヨ。今日も、マインクラフトの実況を多分息子が主体になってやります。そうだよね、大輝。うん、そうだね。で、どうする？パパはもう入りたいんだけど。いいよ、入って。どうやって入るの？これが大輝の作った家。うん。こっちがパパの家。向いてる。あ、ほんとだ、ほんとだ。あ、飛んでる、飛んでる。どこ。なんで来んない、そんなそばまで。こっち来て。え？こっち。こっち、どうやって行くんだっけ？待って。バツボタンでしょ？バツを2回。バツ2回。そう。よしよし。ついてきて。もう一回バツを押すと上昇する。うんうん、ああ、そっか。ああ、2回押しちゃダメ。よしよし。あ、なんか壊した。うん。いや、土だから。で、ここが、パパの部屋。これで降りるんだよな。で、これが大輝が飼ってる猫と犬だね。で、パパがこの間どいて、大輝ここでトロッコを使えるよ。これどうやって開けるんだっけ。あ、いや、ここで自動ドア作ったんじゃなかったっけ、パパ。そ
それを踏むと、うん、これトロッコ置いて、ずっとこげば、うん、一気に速く。待って、待って。待ってね。まだわかんないからね、パパ。
を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう。にじんだ星を数えて思い出す夏の日、ひとりぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜。
Who are you? Are you Santa Claus? Yes, you are good. そう、俺ね、娘が幼稚園の時だ。幼稚園の時にね、パパ、サンタさんって本当にいるの？って聞かれてさ、みんなだったらなんて答える？いるよとかいないよとか、無難に答えればいいのかもしれないけど、俺も娘にね、いるよって言ったの。娘はね、ドラッグストアで店頭販売やってるサンタさんの格好した女の子が2人いたんだけど、その子たちを見ながら絵本のサンタさんと違うからちょっと疑問を感じたんだろうね。で、パパ、じゃあ本当のサンタさんはどこにいるのって聞いてきたから、ニュージーランドと世界中にって答えたの。で、そしたら娘がさ、すごい意外そうな顔して、え、世界中？え、サンタさんって世界中にいるの？聞いてきたからさ、そうだよ、サンタさんを知っている人はみんな実はサンタさんなんだよって言ったらさ、娘がすごいびっくりしてて、え、じゃあ私もサンタさんなの？だってみんなサンタさん私も知ってるから、じゃあ私もサンタさんなの？って聞くからさ、そうだよ、パパもサンタさん？そうだよ、ママもサンタさん？いや、あそこのお姉さんたちも本当のサンタさん？そうだよ。なんで？って聞くからさ、サンタさんを知っている人の心の中にはサンタさんが入り込んできて一緒に成長するんだよ。だからサンタさんっていうのはプレゼントをもらったこともあるし、あげたこともあるんだ。そしたら娘がね、サンタさんって赤い服着た生やした人だけじゃなくて、じゃあ背広のおじさんたちとかも
サンタさんいるんだね。タクシーの運転手さんの中にもちゃんとサンタさんいるんだねって言ってくれてさ、そうだよ、みんな子供の頃はプレゼントもらって、大人になったらプレゼントを誰かにするんだ。どんなプレゼントを？たまごっちとかあげるの？って言うからさ、うん、プレゼントっていうのは物だけじゃないんだよ。例えば笑顔だとか応援だとか、プレゼントっていろんな方法があるんだ。そしたら娘がさ、じゃあ私も大きくなったらみんなにプレゼントするんだ、パパにもプレゼントするね。娘はもうこの話忘れちゃってるかもしんないけどね。娘が今バンドでメインに使ってる銀色のギターだって、サンタさんからもらってるんだからね。だけど娘ももう中学に入ったら赤い服着て小学生たちにプレゼント配ってたね。そう、それで娘と話してて、一つだけ娘が寂しいなって思ってたことがあって、サンタさんを知らない人の心の中にはサンタさんがいないって分かった時、すごい寂しかったみたい。だってね、俺たちはこうやって日本に住んでて、もちろんいろんな物質に恵まれてて、でサンタクロースの話も聞いたことがあり、神話や童話や宗教やそのいろんなものの中でクリスマスを祝うことができる国民であるわけだ。だけどサンタクロースの存在を知らない地域だってある。実際に学校教育もほとんどなくて、ネットもつながらない、絵本もろくにないような、そんな貧しい地域もある。だからサンタさんを知らない人の心の中にはサンタさんはいないわけだ。だから成長もしないわけだ。全く知らないのにポンと入ってくることはできないわけだ。でもサンタさんという媒体だけがプレゼントを配るわけじゃない。まあ娘と話しながら俺もそんな思いに馳せてたね、気持ちを。でも本当クリスマスって言ったってさ、うん、
俺もやっぱ結構パーティーとかには参加したりするけど、そうね、まだ今のうちのかみさんと付き合う前、一人ぼっちのクリスマスっていうのもあったな。うん。だけど娘に話したことを気づいたのは、俺自身がその娘に話したことっていうのは行き当たりばったりで話したわけではなくて、ガキの頃、いやごめんね、私事でまたベラ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 喋りすぎちゃって耳かきほとんどしてないじゃんよっていうわけで、締めはダブルでさらにピカピカに、ピカピカ、これ以上じゃもうくすぐりになっちゃうからね。まあ、くすぐりもいいか。心理学的な雑談して、ダイエットの話少し盛り込んだんだけど、量を減らせば痩せれるじゃんっていうところ、これ自分自身にも言い聞かせて、ちょっとまた太ってきちゃった。ほら忘年会の季節だとかさ、ほらほらほら言い訳言い訳、まあ、とにかくねお腹がすんごい出てきちゃったんで、来年の春までにはすっきりさせますで、これは無理やり制限してんじゃなくて、ちょっとねこれ腹出てると動きが鈍くて、もうなんかこう普通
通に歩いててしゃがむ時もさ、電車でうるさい、すいません。で俺これからさ、ちょっと世界中にプレゼントを配りに行くんだよ。俺はもうほらリアルサンタクロースの一員だからさ、ちょっと忙しくなるんだ。じゃあね。